リブからクローサーへ。作戦開始。あなたが眠っていた7年間のこと、いろいろ教えなきゃならないわね。7年前、ハイブクラフトとの戦いで EDF は戦力の大半を失ってしまったの。その上、エリート部隊だったフレアチームはクーデターを起こした。彼らはカインドレッドレベリオンを名乗り、略奪行為を始めたわ。何がカインドレッドレベリオンだ。大層な名前つけやがってよ。無論奴らもアグレッサーと戦ってはいるが、お前もレベリオンと同じ人間と戦わなきゃならない時が来るだろう。覚悟しておけよ。状況クリア。次の指令を。クローザ巨大生物の殲滅を確認。アグレッサーが排出したエナジージェムの回収を忘れずに。はいよ。今の私たちにとってエナジージェムは重要な資源です。 PA ギアをはじめ、様々な物資に電力を供給するエナジーコアの原料なんです。つまり飯を食っていくのに必要不可欠ってわけさ。そういうことだ。
回収終わったか。キャンプに戻るぞ。故郷のお袋たちが心配だ。ジェムを回収して稼がないと今月の返済がきついんだ。先日大負けしちまってな。またアリですか。たくよくやるぜ。次こそ給料を倍にしてやる。